まずご登壇されている皆さんにですね、現段階での菅政権についてキーワードを一言ずつフリップに書いてもらっていますので、お一人ずつ出していただく、なんかテレビみたいな、ね、進行ですけれども、はい、じゃあ望月さんから出していただいてよろしいでしょうか。はい、これです、人事独裁政権と。はい、これどういうことでしょうか。そうですね、やっぱり菅さんはもう私が3年前から見始めてチェックしていると、とにかくあらゆることを、まあ、自分が権力を握るためにまず必要なのは、その官僚でもメディアでも、まあ検察庁でもですね、とにかくその人事を支配していく。でこれによってやっぱり人っていうのは自分についてくるんだと、まあ、この信念は野党時代に彼が書いた著書にもはっきりと明記されていたんですが、まあ、皆さんご存知のように日本学術会議、まあ、これまで安倍さんでさえも手をつけてこなかった学術会議の推薦候補者の任命拒否ということを始めました。でこの、まあ、他にもすでに、これは安倍政権の時でしたけれども、小松さんという、内閣法制局長官、まあ、長官候補の方を差し置いて、確か当時フランスにいらっしゃった彼を引っ張って長官にさせたと、まあ、安保法制の解釈改憲を認めるために、まあ、強引な人事を行いました。でその後に、今年ですね、多くの方の検察庁法改正法案に抗議しますというハッシュタグによって、これ見送られましたけれども、まあ、黒川、さんという東京高検検事長、そして官邸の守護神とも言われていた、まあ、検事さんを、まあ、何が何でも総長、検察庁のトップにつけたいという、これも菅さんの強い強い意向によって、まあ、違法と言われる、閣議決定によって、定年を延長し、かつ、まあ、このことを正当化するような、法案まで出してきたという動きがありました。まあ、この、まあ、究極が今度は、単に官僚だけでなく学術の世界まで来たなと。でメディアも、まあ、私もショックだったんですけれど、共同通信の、まあ、論説、副委員長ですかね、柿崎さんが補佐官になるなど、やはりメディアも相当人事も含めて、まあ、取り込まれているという状況になっていると思いますので、やはり一言で言って人事独裁政権ということが、まあ、菅さんがこれからやって、より強化していこうとしている流れかなと思っています。はい、1ヶ月なんでね、評価はできないと思うんですけど、パンケーキの甘さが全くない素顔というのが見えてきたんだと思います。やっぱり総理に就任されて能力分かりません、何をやるかも分かりません。その部分では今回総選挙が行われていませんので、国民の皆さん、主権者、有権者の皆さんの洗礼も浴びていないと。でやっぱり就任してから、まあ、最初の方はメディアもこの人はどういう人かというのを報道するときに、今回やたらとそのパンケーキが好きで、なんかいいおじさんなんじゃないか、令和おじさんいい人なんじゃないか、秋田出身だからいい人なんじゃないか、叩き上げだからいい人なんじゃないか、ずいぶんソフトなイメージで、この人はすごく前総理と違ってみんなに寄り添ってくれるんじゃないかというイメージをふわーっと作ったんですけれども、その結果が日本学術会議です。あるいは政治何をやりたいって言った時に、一番最初にやっぱり自助、自らを助ける、自らで頑張れ、これまでの新自由主義的に随分皆さんの格差を広げたり、自分で頑張れ、政治は助けないというような、やっぱり安倍政権を引き継いでいくんだ、そして今の人事というのがあった時に、この人は見た目の優しさは実は表面だけで中身は全然違う、その部分では予算委員会をはじめとして私たちはものすごく今やりがいを持っています。安倍総理はある意味でそこは非常に上手でした、見せ方も喋り方も。でもその部分では、菅さんは総理に就任してまだ一回も国会で所信表明演説もしていません。何をしたい、何をする内閣だ、いいですよ携帯電話下げても、いいですよハンコやめても、その先に何があるかが見えないので、相当私たちは今やる気を持ってこの国会は臨もうと思っています。でも本当に私は一文字だけ陰とですね、陰険、陰湿、陰謀の陰です。やっぱり安倍さんは何といっても、まあ、いろいろなふざけたことをいろいろやったとしても、やっぱり三代目、政治家三代目ということで、やっぱ陽のオーラは持ってた方だと思うんですね。でやっぱりそれとの比較で、やっぱり陰で影に隠れて、影で権力、要するに陽の安倍さんの下でやってきた、まあ、その実績が認められて首相にのし上がった方ですけれども、やっぱり影にいて実力を発揮していた人が、じゃあ表舞台に出てきて大丈夫なのかということも含めてですね、やっぱりこれはこれから、先ほど蓮舫さんからも話がありましたけれども、国会で何を言うのか、どういう答弁をしていくのか、
やはり表舞台に出てきた院の人が何をやるのかっていうのは非常に興味があるし、野党にぜひ頑張って菅さんというのはこういう人だという人格をですね、きちんと国民の前に見せてもらいたいなというふうに思ってます。以上です。多分この日本学術会議会員の任命拒否問題というのは、まあ、端的に言えば最初にはこの法的にこの首相にこれ任命拒否をする権限があるのかということ、まあ、これ多くの法学者がこれは違法だと言ってます。ただまあこれは裁判まで持ち込んだらこれは分からないよと、まあ、意見分かれているところもあるんですが、意見分かれているけれども意見分かれたとしても、まあ、そこで100歩譲って少なくともじゃあ任命拒否をするのであればそれの理由というのをやはり分かりやすく合理的に説明をしなければいけない。ただこれに関しては、まあ、総合的俯瞰的、ね、今年の流行語大賞になるんじゃないかみたいな話もありますけど、これ言ったら何でも言えるような、ね、この総合的俯瞰的に考えてやったということで、まあ、十分に説明尽くしてないという現状がある。で、まあ、ただ本当はこの2つの問題ということが非常に大きな根本ではあると思うんですが、いつの間にかこれ議論がですね、いやこれはもう学術会議という組織の問題だから改革しなきゃいけない、ここに10億円そこ吸い込まれていることが適正なのかという、まあ、公金の使い方の問題にいつの間にかすり替わられてしまって、またそれを地上波テレビがねどんどんなんかアシストしてるみたいな、なんかそういうような状況があって、まあ、非常になんか本来議論されるべきことが言われてしまってるなという印象もあるんですけれども、これ高橋さんからそれぞれこの問題とともに、まあ、これを報じているメディアも含めてどういう問題意識を抱えていらっしゃるかいただけますか。はい、まあ、もちろん今お話があったようにやってはならないことをやっているということだと思います。なのですがやっぱり一番最大の問題は説明がされないということだと思います。で、私かつて自分の記事の中で菅さんという人は望月さんに対してもそうですし、沖縄というものに対してもやっぱりいじめというものをですね、政治的手法として使うことを厭わない人なのではないかという記事を書いたことがあるんですけれども、いじめの要諦っていうのはですね、なんでその人がいじめられてるかっていうのをはっきりさせないということなんですよね。理由を説明しないから、いじめられてる方はどうしたらじゃあいじめられなくなるのか、何が原因でいじめに遭うのかが全くわからないと。だけれどもそういう空気を作っていって傍観者が出てきて、でなんで自分がこんな理不尽な目に遭わなきゃいけないのかがわからない中で権力というもので空気を作っていく、そしてどん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 そのあいつが悪いんだ、あいつがおかしいんだと理由が明示されないままにやっていく。でいじめられる方はじゃあやっぱり自分に落ち度があるんじゃないかって言って、どん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 自分の中にある何かいけないところを探して、どんどん自分に自信がなくなっていく、こういういじめのですね、力学みたいなものを政治にやっぱり何て言うんですかね、使うことを躊躇しない政治家だというふうなことが、やっぱり今回の一件でも絶対に説明をしない、説明をしないこと自体がこの6人を外したということがいかに説明不能なことかを、説明不能なやってはならないことかっていうことをやってるのに、こうどん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 トートロジーでですね、なんか説明できないことを説明する必要がないというふうにし、そしてその学術会議の前任の会長がですね、説明をさせてくれというふうに言ってもそれを聞く必要はないんだと言って跳ねのけるというですね、これはやっぱり為政者として絶対にやってはいけないことをやってしまっていると。これがやっぱ菅政権のある種やっぱ本質、さっき望月さんからやっぱ人事独裁政権というふうにおっしゃってましたけれども、なぜこういうことをやったのかの説明をしない、そういう形で人事を使っていくというのがやっぱり菅政権の本質というものがここに現れているんだというふうに思います。なんかお話を伺っていて、その政権の話をしているんだけれども、僕なんかハラスメントの話をしているようにも聞こえたんですよね。なんかハラスメント体質っていうのが多分内在化されてるっていうのも一つの特徴でもあるのかなと思いました。レオンさんいかがでしょうか。今の高橋さんの視点はもちろんなんですけども、私の立ち位置からすると、我が国は法治国家ですから、法律を守る、ルールにのっとる、誰もが納得できる説明ができる、そのもう礎が全て法律なんですね。で立法府で我々はその法律を作る、時々与野党ぶつかったりしますけれども、きっちりしっかりまとめて結果を出して、そして行政組織というのはその法律にのっとって行政サービス、国民の生活を守る、その最たるものが内閣総理大臣なんですが、いつの間にか安倍総理の時代からこの法律を超える超法規的存在に総理や内閣がなってきている。安保法制がそうでした。集団的自衛権は使えないと言われていたものが法解釈を変えた、
歴代の総理総裁が使えないと言ってたもの、安倍政権なんて突然変わった、そういう見方があったんだ、内在されていたんだということで、これは最後深夜に強行採決をされました。昨今で言ったら検察庁法、法律にない人事定年延長を閣議決定で決めて、それが批判を受けたら今度法律を後出しをしてくる、法律を後出しをしてきたら説明がつかないから、じゃあ今回はやめます。で、今度菅さんにおいては日本学術会議法、それは明確に総理に拒否権があるとは書かれていません。さらに言えば1984年の中曽根当時の総理が形式的任命ですと、学術会議が推薦した人を形式的に任命する、それが学問の自由を保障するんだ、つまり国会で法律改正をした時の答弁があって法律ができて、そして付帯決議で内閣総理大臣は法にのっとって任命するとまで与野党が合意したものを超法規的にできるんだっていう解釈変更をしてきたら、そしたらこれは皆さんが道交法違反をしたら、いや車が悪いんだ、あるいは何か法律に違反したと軽犯罪を言った時に、いや店側が悪いんだ、自分の超法規的解釈で何とでも逃れられるようになったら社会は成り立ちません、崩壊をする。私はやっぱりものすごくここに危機感を持ってます。はい、レモンさん、ちょっと簡単に質問をさせていただきたいんですけど、はい、今の話でつまり超法規的なこの解釈で押し切るということが常態化している、そしてつまり、まあ、立法府が、まあ、方針を決めて、まあ、それを執行するのは行政や官僚なわけですよね。 でもある意味で言えばこの道理とか筋とか、つまりは法治というものがおざなりにされたような状況でこれ執行しなきゃいけないのっていうのは、つまり官僚とか現場にすごく無理がかかる、まあ、無理がかかった結果、まあ、森友の謎の説明ですとか改ざんとかそういうことが起きているというのはこの7年8ヶ月だと思うんですけれども、実際にやっぱり菅政権になってこれなんていうかオフの場でね、官僚とかと話しているときに官僚の人も結構疲れているって話を聞くんですけど、この辺レオンさんの感覚としていかがでしょう。疲れているのは多分疲れてるんでしょうけど、正直に悪口を言う高級官僚が増えました。なるほど。正直に、うん、あの官僚が悪い、つまり官邸にいるあいつが悪いっていう名指しでする人が最後の安倍政権の末期では出始めました、うん、で今の菅政権になったら様子を見てます。ものすごく今みんな様子を見てる。例えば法制局長官が安保法制で安倍総理の意に沿った答弁をする人に変えられた、そうじゃない人は変えられた、そしてその人は今本当に偉くなってますから、これ佐川さんもそうでした、森掛の時もそうでした。だから忖度をした人が偉くなって真っ当な人が追い詰められていく、でそこから解放されるのかと思ったら今様子を見ているという、極めて萎縮効果が官僚に及んでいるのが今だと思います、うん、でもまさにその様子を見ざるを得なくなっているということ、これの源泉はどこにあるのかというと、最初に望月さんがおっしゃったの人事ですね。人事を握っているというところに全てやっぱ落ちていくという話でもあるんですが、望月さん、高橋さんと今の蓮舫さんの話でこのいかがでしょうか。そうですね、萎縮というと今日野党ヒアリングがあって、初めに広渡さんという方と大西さんという前の、元会長の方々が、まあ、今回のことをどういうふうに受け止めているかというお話したんですが、まあ、その後の野党ヒアリングでは内閣法制局や内閣府の人事課の方が、まあ、岩田の先生たちの追及を受けていたというのがあったんですが、まあ、実はここではっきりしたのが、2018年の、10月の時点、今の、前会長の山際さんの時も、補充の人事を行おうとしたら難色を示されて、まあ、その理由を何度か聞いたんですけど理由については答えず、結局、まあ、補充ができなかったと、まあ、これは2016年に続いてまた2018年にもあったらしいんですが、まあ、その直後におそらくこれ内閣の中で辻褄を合わせようということだったと思うんですが、内閣府の、まあ、秘密裏文書みたいに出てきましたけれど、2018年の11月の時点で総理が、まあ、任命を拒否できないわけではないと、まあ、いうような、まあ、今の、まあ、言い訳につながるような、まあ、解釈というのをやっていたんですね。でこの文書が出たときに、まあ、彼らが、昨日あった内閣委員会でも説明していたのが、まあ、総理には憲法15条で、ある、公務員の選定権と罷免権を持っていると、この15条に基づいてその、任命を否定できる権利はあるんだということが、まあ、2018年の文書でも書かれてるんですけれど、この時にではさらにそれより非常に本質的に重要な憲法23条にある学問の自由ですね、
で、これはあの石川健二さん、東大の教授があの解説してくれてるんですけれど、憲法15条というのはいわゆる一般法で、これを凌駕するものが憲法23条、学問の自由と。でこの、15条を凌駕する23条、学問の自由という観点からも、きっちりそこの観点からも検討したんですかと、野党の先生たち、田村智子さんはじめ、かなり追及していたんですが、最終的には23条に関しては検討していませんというお話だったんですね。でとなると、やはり本来やるべき23条についてしっかり議論した上での、秘密文書ということではないんで、やはりここにおいても憲法違反の可能性が出てくるんじゃないかと。で本質的には法制局の方、内閣府の方、23条の議論があの本質的に非常に重要だということが分かっているはずなのに、あえてそこには目をつぶって憲法15条、総理の選定罷免権だけを強調した内部文書を作っていたということで、まあ、この後あの終わった後私はそこに入れたので、まあ、一生懸命ちょっと名刺だけもらっとこうと思って、名刺ください、名刺くださいってやったんですが、まあ、法制局の方ですね、こいつだけには俺の名刺は持ってかれたくないと思ったのが、いやちょっと、いやちょっとってドドドって言ってしまったんで、やはりね、こういう表情を見ると、やはり官僚の方もあの自分たちがやってることの非常な合理的な矛盾というのに気づきながら、かつでも今の状況では総理が言った方向にしか話ができないんだと、まあ、いうような、まあ、苦渋の表情がちょっとあったなと、今お話聞いてちょっと思い出したところなんですが、なるほど。もう一つですね、ぜひしたいのがですね、このメディアに対するコントロールの話ですね。まあ、冒頭にも出ましたけれども、この10月3日にこの菅総理が内閣記者会に所属する記者とこのパンケーキを食べながらの懇談会、これ開きました。で、まあ、それに対して、まあ、ネット上ではこんなのに行くのかっていう意見もすごく出てたんですけども、まあ、それに対して、東京新聞、朝日新聞、まあ、あと京都新聞もかな、欠席ということで、まあ、今日はこの、 あの欠席した新聞社の方々が来られているので、じゃあまずは、高橋さんから、あの、まあ、この理由も含めてですね、このメディアコントロールということに対してどう思われているか。あの朝日新聞は基本的にはですね、あの前の安倍総理の時 の、 あのオフ間オフコンのこと時もそうだったんですけれども、取材機会があればそれにはあの参加すると、あの首相の肉声を取る機会があればそこに参加するのは記者として、まあ、当然のことであるというのが、これは基本スタンスです。ただし、なぜ今回欠席ということになったのかというと、やはりですね、この学術会議の問題がある、そして記者会見を開くべきだと言ってるのに開かない、そして説明を一切しない、そういう中でこういう勘オフが指定されたあの懇談会に出席するのはとてもじゃないけれども、その読者の理解も得られないし、自分たちがあのジャーナリズムとしてやっていかなきゃならない責任というものを果たせないだろうということで、まあ、きちんと記者会見を開いてくれというふうな申し入れをした上で、それが認められなかったので欠席するというふうな判断をしたというふうに聞いています。で、これは極めて妥当な判断で、やはり公権力を握っている人たちっていうものは、私的な懇談やですね、官オフ指定の懇談という形ではなくて、堂々と記者会見に出てきてですね、あの質問に応じるべき、これは当たり前のことだと思います。あの女性はすぐによく嘘をつくとか言ってた杉田さんもブログで書きますからと言ってますけれども、これはあなたは国会議員ですよねと、国会議員たるもの、ましてや首相たるものがですね、あの会見も開かずに質問も受けずにあの逃げ回っているっていうのはですね、やはり為政者としてのその責任というものを全く果たしていないということをが言えると思います。で、そういうものに対してメディアはもっとですね、やっぱりきちんと記者会見を開いてくれということを一丸となって要求していくべきだと思うんですけれども、まあ、ここは望月さんの方がお詳しいと思いますが、やはり今メディアの中でも分断状況が進んでいましてですね、やはりその首相にと仲良くしておいた方が得だよなというメディアで、もちろんもうあのあからさまに応援団と化しているメディアというものがありまして、昔私が政治部にいた頃とかは、やはり内閣記者会というものは一丸となってですね、そうは言っても内閣記者会としてちゃんと官邸に要望していこうという一丸となることができたんですけれども、やっぱり安倍政権下分断が進み、まあ、分割統治みたいなですね話になりまして、一丸となることができない、でそこの弱みを官邸の側に突かれているという状況があるんだろうと。ここはあのその記者クラブ問題というよりも、やっぱり私たちジャーナリズム、何が求められているのか、何をその読者に対して国民の皆様に対して伝えていかなきゃいけないのかという原点にもう一度立ち返って考えるべき時ではないかなというふうに思います。
まあ、一丸となるっていうとね、やっぱり思い起こすのが佐藤栄作さんの退任会見でね、みんなで出よう、この新聞記者がみんな出ようっていうふうに言って、あれを呼びかけた、ね、人が岸さんだったんですよね。その話なんかもありましたし、まあ、本当はね、記者クラブ自体の存在が批判されているんだけれども、でも存在意義っていうので、ね、こういう時に一丸となって要求するために記者クラブあるんだっていうふうに、まあ、おっしゃる、ね、方が多いんですけど、まあ、まさに今一丸となる時なんじゃないかなと思うんですけど、なかなかそういう動きが見られない、まあ、すごくその望月さんもこの歯がゆい、ね、状況というのもあると思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、菅さんはその総裁選立候補している時からですね、各社 の記者さんたちが説明責任を果たしていくつもりかと、まあ、安倍さんはなかなか臨時国会開かないとか、首相の会見も開かない、確か民主党の時年間13回やってたのが安倍さんになって、ね、年間3、4回で、毎回当てる質問は5問程度、しかもそれも事前にほとんど質問取りをしていて、もうなんか知らないけど台本読み合わせ会見みたいになっていたと。でこういうことの反省を踏まえて、首相の定例会見かとかですね、それから、朝夕のぶら下がりで、それから国会でもしっかり説明責任を果たしていくつもりあるんですかと、まあ、私も出馬会見の時聞きましたけれども、他社さんの朝日新聞の確か石松さんという国会与党担当の方も聞かれてました。でしかしそうやって聞かれると、他の候補はね、しっかりなるべく時間を取って説明責任を果たしたいと言っていたんですが、菅さんはですね、まずね、総理は、まあ、他の G7 諸国と比べても国会であまりにも拘束されすぎていると、これではね、行政の仕事ができないじゃないかと言いましたし、それから、まあ、政府の見解としてはね、毎日官房長官が1日2回やってると、でこんなことやってるのは G7 の中で日本以外に1カ国だけ、しかも週1回30分だということで、まあ、要は、まあ、自分がそれに応じるよりも官房長官がいるじゃないかと、で国会については長すぎるんだと、まあ、それを聞いてるだけでかなりこう説明責任を果たしたくないんだなと。で下手すると、まあ、総裁選での失言、たくさんありましたよね、憲法で自衛隊は否定されてるとかですね、えっていう、まあ、官房長官の時いろいろ学んでいたはずなんですけど、失言が多い中で、おそらく安倍さん以上に、まあ、ぶら下がりも含めた説明責任は相当後退していくだろうなと。でその一方で今回のこのパンケーキとかね、まあ今日行われたグループ会見というのもそうですけれど、もうオープンな場での記者会見というのはとにかく減らして、なるべく裏のね、パンケーキ食べながら、分かるだろうと、俺もいろいろ大変なんだよと、気持ちを理解してくれたまえみたいな、そういう内々の中だけで記者に、周りを囲んでる記者に自分のことを知っといてもらおうみたいな、非常にやはり閉じられた密室の中の、先ほどの陰ってありましたけど、そういう中でだけ説明しとけばいいやという考えが、まあ、露骨にある方だと思うんですね。でやっぱりこれを本来も首相になったからには、なぜ特に今回は首相がやはり任命を拒否したと、まあ、はっきりしていることなので、総合的俯瞰的って言いましたけど、じゃあ6人が、いなくなったら総合的俯瞰的になって、6人がいると総合的俯瞰的にならないのかって、これどういうことなんですか。今日、まあ、元会長たちも言ってたんですが、やはり首相自らが日々のぶら下がりにも応じて、そしてこのことについてこのグループ会見ではなく、オープンな場でサラトイも含めた首相会見をやっていく、これをとにかく内閣記者会はじめ私たちメディアがしっかり求めなきゃいけないかなというふうに思っています。今グループ会見の話が出たので、はい、まあ、グループ会見と、あと、まあ、サラトイっていうのもちょっと専門用語なので、それをちょっと説明していただけると。そうですね、まあ、今日 のグループ会見、ただ先ほどちょっと一部でどんなやり取りだったのかなと、4時半ぐらいから数社による、首相のへの質問会見というのがあって、まあ、おそらく3社ぐらいは質問がサラトイも含め、サラトイというのは1回聞いたことで、いやそれはどういうことですかってこうもう1回問い直すという意味なんですが、こういうもう1回2度3度問い直すということも含めた、まあ、グループ会見というのが今行われていて、もおそらく終わったと思うんですが、これはですね、いわゆる全社を対象にしているということでなくて、取材申し込みのあった社の中で通信と新聞社の中から、数社が選ばれて、その人たちだけが質問の場に立てると。で他の人は、まあ、フリーの方も含めて抽選で当たれば質問はできないんだけど、その音声を耳で聞くことはできると、まあ、いうような、別室でしょ、しかも別室で聞くというような、そういう会見を、まあ、今日またやったということなんですね。で大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます、はい。